はい、こんばんは、こんにちは、ゼロです。今回はね、ラブホハイラブホにやってきました。残念、ずっとからもすごい残ってて、だけどね、もうほぼ行くところがないって感じですね。これはほぼ行くところがないって感じです。はい、ちょっとね、こっからしか行けないみたいなんで、行ってみようかなと思います。丸岡さん、行きましょうか。すごい。鏡。これはすごいですね。これ入っててもバレないですね、これ。こんな誰かが入っててもわからない。うわー、これすっごい結構残留物が残ってますね。今日はね、丸岡さんに写真担当してもらいます。どこでボタン押して撮れる、これ、ここ、はい、すごいですね。まさかね、緊張にこうやってラブホテルがあると見えないのライト ですね、そのうちあのフラッシュがつくと思うんで、時間差で。シャンプーとかも全然残ってるんですね。はい、ほんまやばすね。ちょっと今ね、ラインも返せないんで、ちょっと丸岡さん、こっちのカメラこうやって持っててくれますか。少しライン返しますので、はい、すごいですよ、見てください。なんかなんか知らんけど変なもん撮っちゃいました。まだね、上がいっぱいあるみたいなんで、まず下の方、ここも同じような部屋ですね。ですね。部屋は変わらないですね。第2回目のハイラブホテル。あ、すごい。竹ですね、これ。フラッシュ作るようになりましたか。なりました。オッケー。フラッシュになってますよ。はい。なら、どんどん巻いていきましょう。ここは鏡を取らって、おー、これ入ってるはなりますもんね。ありますね。はい。お部屋だけなんか違う。ちょっと違いますね。電話古い。すごい電話古い。そちらは危ないですね。危ないですか。はい。はい。すげえな、ここ。すごいですね。公園になっちゃってるんですが。早速。はい。トイレですね。綺麗です。髪も残ってます。レトロ、全体的はレトロですね。レトロですね。はい。お風呂にセメント入り。
これもお風呂だけの部屋ですね。トイレですね。トイレとホテルロマン。ホテルロマン。ここもすごいな。最近新しいタバコがありますね。誰か住んでたんですかね。住んでたかもしれない。それは新しいですね。あ、これもレトロなテレビが。分ぐらいですね。開かない。ここは開かないですね。開けましょうか。自分らがね、はい、廃墟は壊したりしないんで、いけないところは諦めます。はい、3階ですか。擦れてるな。鏡のトラップが多いんで、作りは同じような感じですか。そうですね。あまり変わりはないですね。結構今まででも収穫が大きいですね。お風呂もすごい、なんかよいしょ、レトロって感じがします。まあ作り的にはあんまり変わらないんですが、すごくレトロって感じがします。めちゃくちゃレトロですね。はい、えぐい。そこの部分は何ですか。トイレですか。これはトイレです。トイレはもう一緒ですね。一緒ですね。レトロなテレビはこれ変わらないですね。わあ、でもすごいですね。あ、すごい。残念ですね、入れないのは辛いですね。あ、開けた。来ましたよ。ローズです、ローズ。
ボスの部屋です。行きましょう。おー、基本的にあるものは変わらないんですね。だけど部屋と部屋同士ちょっと若干、あ、これ映せないですね。カメラに映せるんですが、こっちのカメラにはちょっと映せないですね。鬼ですね。階段ですか？はい、階段です。屋上ですね。屋上ですか？どうぞ、参りましょう。屋上。こっからもね、外出たらまたカメラが見れそうなんで。ほんま身近なところにある相手は、これは管理人さんの部屋ですね。管理人さんですね。違う、はあ、いいの見つけた。1995年7月9日。これは多分フィルターの、あ、なるほど、フィルターですね。フィルターですね。はいはいはい。これは一個一個開けれるんですかね。順番に行きましょう。はい。トースターとお酒。お酒、お酒はレアですね。レアですね。最後の扉ですね。行きますよ。はい、ドア、はい、オープンと見せかけて一回閉める。嘘です。あ、テレビか。テレビとカーテンですね。カーテンですね。上は湯たんぽ。湯たんぽ、足枕的な、足枕的なやつですね。じゃあ次あっちの方、外になるんですかね。音がすごいですね。あの、こっちにも部屋があるんですが、パッパッパッと行きましょうか。行きましょうか。オッケーです。はい、よいしょ。はあ、狭い。ここは何でしょう。ここも管理人さんの部屋。管理人さんの部屋ですね。
15分超えましたが、はい、1本の動画にします。わけなく、わけなくお願いします。はい、3階はこんなもんですか。はい、3階ですか。4階、1、3階、3階ですかね。これね、階段がすっごい鬼なんですよ。これ全部回ったんですかね。ですね。なぜ廃校にしたのか。廃校じゃんね。廃ラボですね。廃ラボですね。ゴミ処理場ですね。では戻っていきますか。そうしましょう。はい。見てないところはないですかね。大丈夫だと思いますよ。私は小石行きました。大丈夫、行きました、行きましたね。はい、来てますね。下行ってみましょうか。下がタバコがある。さっきの年より違う。しかもめっちゃ最近ですよ。灰まである。ほら、まあ、最近ですね。パーラメント、これは誰が入ってるんですか。ヤンキーですね、これは。こっち側ね、窓が近いんで。これもすごい。うわー、マロカサフさん、はい、大きいですね。もう完全に部屋が物置状態になっております。ブラシがつきますね。ブラシが調子悪いですね。よいしょ。開かずの間がまたあります。取っ手が壊れてるのか。ちょっと感じが違いますね、今までと。あ、ほんまや、なんか綺麗、綺麗。ちょっとここは豪華ですね。はい、なんかいい感じ。ソファーありますからね。あ、ソファーある。いい感じですね。これ猫ちゃいます。
どうやら子猫が迷い込んでるようですね。うわ、掃除機が古い。掃除機が古い。すごい、すごい。これはすごいレアだ。これはレアですね。すごい。この絵が、またこの絵がある。冷蔵庫開けてみますか。猫、猫ですね。車椅子があるのに、ラブホに車椅子ってどういうことなの。